どうも皆さんこんにちはチャックバスです。えー、本日はですね、えー、この土日限定の案件が出ております。ポイントサイト EC ナビで、えー、セゾンアメックスプラチナビジネスの発行利用案件で5万5000円っていう案件が出ています。<laughs> 5万5000ってやばくないですか <laughs> すごいですよね。でえー 5万5千円、50万円、えー、12月31日までね、カード発行した後に50万円をね、えー、使うことができれば5万5千ポイントという形で、えー、付与されますという案件で、えー、すごいですよね、これ。 私がね、発行した時よりちょっと2000円ぐらいね、ポイントは下がってしまったんですけども、まあそれでもですね、一気にポイント1回ガツンと下がりましたんで、まあ今回ね、まあお祭り再来っていう感じで、えー、今回ね、動画を撮らせていただいております。で、えー、セゾンアメックスプラチナビジネスカードなんですけども、額面はこんな感じ。こんな感じで、えー、プラチナカードとなっております。で、あのー、まず、えー、年会費が、えー、2万円。 かかります。ですが、11月30日までね、えー、初年度無料キャンペーンやっておりますんで、えー、今発行されても、1年間ね、無料で維持することができます。プラチナカード。<laughs> すごいですよね、これも。プラチナカードで私初年度年会費無料って初めて聞いたんで、これは本当にすごいなと思います。で、えぇ、ー、まあ、セドアメックスプラチナビジネスカードはですね、 還元率っていうのはですね、ま ANA マイルっていう意味では、まあ、そこまで、あの、メインカードになるっていうものでは別にないんですけども、まあ、JAL マイル貯めるっていうクレジットカードとしては、結構ね、おすすめのクレジットカードみたいで、ちょっとね、私自身はですね、JAL マイル全く貯めてなくてですね、知識もほとんど浅いので、えー、前回同様ね、 ジャルマイラーのモズ、えー、さんっていうブログの、えー、プロブロガーの方がいますのでそちらのねブログを、えー、概要欄に貼っておりますんでもしねジャルマイルをもしこの動画で貯めているっていう方でちょっとそれについて知りたいっていう方はねちょっとそちらを参照していただければなと思いますで、えー、このセゾンアメックスプラチナビジネスっていうカード自体はですねもちろんプラチナカードなんで、えー、コンシェルジュデスクがつきますまああの プラチナカードって結構ありますよね。まあ、あの、レストランの手配ですとか、まあ、なんか、ここら辺でこういうお店探してくださいみたいな。まあ、ちょっとね、私がちょっとね、ニューヨークの、えー、で、あの、お店をね、聞いた時はね、残念ながら全然できなかったんですけども、でもあの、エリアとこんなお店みたいな感じで指定していただければ結構紹介できるお店はありますみたいな感じで言われたので、まあ、ちょっとね、人気店とか有名店とかは、 もしかしたらできないかもしれないんですけども、まあ、ちょっとね、利用してみる価値はあるかなと思います。これ無料のサービスですからね。で、まあ一番お勧めしたいのはですね、やはりこちらですよね。プライティバース。まあ、こちらですよね。で、楽天プレミアムカードと同様に、えー、アメックスプラチナビジネスカードは、えー、年会費、まあこちらアメックスプラチナビジネスの方は無料、楽天プレミアムカードの方はね、年間1万円がかかりますよね。ですので、2019年10月現在は、えー、一番ね、えー 価格は安く、まあ一年間無料でね、維持できるクレジットカードは私の知る限りセゾンアメックスプラチナビジネスだけだと思いますんで、まあもしね、SFC 修行これからされるっていう方、もしくはまあ結構海外に行かれるっていう方はね、ちょっと晴れな空港にはないんですけどもね、 あの、ちょっと一度検討してみていただけたらなと思います。私自身もね、セーフシー修行クアラルンプール発見の東京乗り継ぎニューヨーク往復やりましたけども、クアラルンプールのプラザプレミアムラウンジでね、すごいこのプライティパスのね、ま、持ってて本当に良かったなと思いましたんで、まあそういう意味でもね、まあちょっとね、一度検討してみたらなと、いかがですかっていう感じですかね。無料で <laughs> ゲットできますんで、まあこのセゾンアメックスプラチナビジネスカードにね、乗った際にはぜひね、あの、 こちら発行してみること。 おすすめします。え、それではですね、え、今回は5万5千円のポイントということで、え、EC ナビで出ておりますので、え、今回紹介させていただいているわけなんですけども、え、今現在ね、EC ナビは、え、東急ルート、ANA マイルに交換するルートがですね、まだ開通してませんので、まあ多分おそらくね、開通はいずれされると思うんですけども、今のところまだ塞がってますんで、え、もしね、あの、どうしても ANA マイルにしたいという方はね、ぜひ、え、自分でポイントサイトを探してみてください。私にはこれしか言えません。 せのでまあ、今回5万5千円っていう案件で、えー、しかもね、50万円の利用は、まあ、あるんですけども、結構還元額でかいですよね。しかも、えー、プラチナカードは初年度年会費無料で維持できて、プライオティーパスまで付帯っていうことですので、えー、まあ、私個人的にはね、とてもおすすめになっております。えー、なんかね、質問ある方はぜひ、えー、Twitter の DM に、えー、ダイレクトメールをね、いただければ、えー、答えさせていただきますんで、 え、ちょっと意味深な内容だなと思っている方はぜひさしていただければなと思います。えー、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。で、私のツイッターですね、普段の私生活から本当に普通のことがつぶやいてますんで、まあもしよかったらね、フォローとチェックしていただければなと思います。で、私のこの、えー、YouTube のチャンネルではですね、ANA マイル、ANA マイルのため方、まあ実際のポイントサイトの運用 そして ANA マイルに交換するみたいなねやり方も紹介しさせていただいておりますで、それ以外にですねマリオットボームのホテルレビュークレジットカードの紹介飛行機の搭乗レビューあとお得上私の大好きな街ニューヨークの街の紹介もさせていただいたりしておりますよかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではねまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ